皆さんこんにちは。プロジェクト福島の、フェスティバル福島 in Today's Art と JP2015、はい、納涼盆踊りということで、はい、この東京海洋大学のグラウンドを特設会場としてお借りしまして、いよいよ始めたいと思いますので、はい、ちょっと暑いんですけれども木の下の皆さんも、もしよろしければ、この大風呂敷の前に、集まりいただければと思います。はい、ちょっと暑いですね。暑いです ね、今日は、まあ本当、納涼盆踊りっていうタイトルで、はい、僕たちはプロジェクト福島、毎年夏8月15日福島でフェスティバルやるときに、はい、最近納涼盆踊りって言ってやってるんですけど、はい、8月だったら納涼でね、いいだろうと、まあ、9月ぐらいまでも東京結構暑いから、はい、納涼盆踊りにいいんじゃないかと思ったんですけど、いいじゃないか、はいはい、結構寒いぐらいですね。そうなんですね。この間まで昨日までが、もう本当天候にやられちゃって、はい、みんな夏だってこと忘れてたでしょ、今日まで。今日までね、はい、はい、夏ですまだ、はいはい、ということで、そろそろ始めたいと思いますが、申し遅れましたけれども、はい、私プロジェクト福島の、今年から代表を務めております山岸瀬之進と申します。どうぞよろしくお願いいたします。そして、隣におりますのが、はい、はい、トゥデイズアートジャパンの、代表をやらせてもらってます石崎と玉井です。よろしくお願いします。はい、どうしようかな。最初にプロジェクト福島の話、ふとトゥデイズアートの話。そうですね、プロジェクト福島の方から、はいはい、私たちプロジェクト福島は、震災後、大震災後、2011年、3月、11日に、ご存知のような震災が起きて、福島特に原発の事故にも見舞われまして、というところから、福島県にゆかりの、音楽家とか詩人とか、美術家とかが集まって、何か始めようということで立ち上がったのがプロジェクト福島なんですけれども、今日も出演します大友義秀さん、さん付けもですね、大友義秀さんが、アマちゃんという、NHK の番組の音楽で大変有名になりましたけれども、その大友義秀さん、福島育ちなんですね。それから、ご存知の方も多いかと思いますけど、スターリンというパンクバンドの、遠藤道郎さん、彼も福島出身で、それから和合良一さんという福島出身の詩人の方がいらっしゃるんですけども、この3人が代表ということで、福島という、非常にネガティブになってしまったこの名前をポジティブに、転換していこう、文化の力で転換していこうということで、活動を始めたのが私たちプロジェクト福島となっています。で、2011年8月15日に、福島県福島市の四季の里という、公園でですね、最初のフェスティバルを行いました。で、その時にですね、やっぱり福島市の、福島市での原発から60キロ、70キロぐらい北西にあるところなんですけれども、避難区域ではないんですが、線量が高いとか放射線量が高いところもあったり、で、この会場は福島市の中でも割と低いところだったので、そこで1日2日、フェスティバルやるなら大丈夫だろうということで、放射線衛生学の木村晋三先生なんかの、力も借りながら、なんとかフェスティバル開催に向けて動き出したのですけども、その時に、やっぱりこういう芝生の公園だったんですよね。で、この芝生の公園に、放射性物質がその時降り注いでいたものですから、降り注いで定着してしまってたもので、そこに、たくさんの人が訪れて、靴の裏に放射性物質をくっつけて、帰ってしまうと、それをこう意図せず拡散してしまうということになってしまうということで、何かこう敷いた方がいいですねっていう話から、で、せっかく敷くならブルーシートなんかではなくて、綺麗な布にしようということから、この福島大風呂敷と呼んでますけども、このパッチワークの大きな大きな布を、みんなで、縫い合わせまして、で、これをその時の公園に6000平米ほどですね、敷き詰めまして、で、ここに今日もここに福島からスタッフが何も来てるんですけども、その美術部といってるスタッフのみんなの力で、それから布を送ってくれたのは全国の本当にたくさんの方が送ってくれて、そういうものが、集まってみんなのこの足元にあるものが作られました。で、それを、1回目当時は、
2011年だったので、まあ、そういう意味が非常にあったんですけども、2012年以降もずっと私たちフェスティバルを開催してます。でその時だんだん、まあ線量も下がってはきてるんですけども、でしかも公園、芝生の公園じゃない場所でやってる時もとか、この風呂敷を広げて、この私たちの祭りの場を作ろうということで、必ずですね、必ずと言ってもいいほどこの風呂敷を会場に広げてるんですね。でそういうこともあって、今回はこの海洋大学のグラウンドにこの風呂敷を引かせてもらって、盆踊りやらせてこだまくなりましたと。はい。で、ちょっと長くなっちゃいましたけど、という、まあ、で最初はまあ野外音楽フェスみたいな形でやっていたんですけども、毎年こうフェスティバルを続ける中でいろんなその福島の状況にこう見ながら、どういうテーマでやっていったらいいのか、どういう形でやっていったらいいのかということを、まあ、プロジェクトメンバーで議論しまして、で2013年にこう盆踊りをやってみようということになりまして、2013年から盆踊りをずっとやっています。でこの2013年にできた盆踊りは、盆踊りといってもオリジナルの盆踊り、 A じゃないか音頭っていうのを、まあ、プロジェクトメンバーで作った歌詞を、まあ、大友石出さんが、まあ、作曲をして、で振り付けは今日も来てます珍しいキノコ病だが、振り付けてという、まあ、オリジナル盆踊りだとか、あと相馬盆歌っていう、まあ、福島の伝統の盆踊りがあるんですけども、これを、まあ、アレンジし直して、やったりっていう、まあ、そういうレパートリーがいくつか増えてきてまして、でそういったことを今日もここでこの後3時半から、やっていきたいと思ってます。はい。で、はい。で、まあ、今日はその僕たちは、まあ、その盆踊りをプロジェクト福島でずっと続けてきてるんですけども、この今回は Today's Art っていうオランダ発のメディアアートとか先端アートの展、祭典が私たちに声をかけてくれてですね、ここ今日この場でやることになったんですけども、まあパッと聞くとメディアアートとね、先端アートと盆踊りで、最初僕もね石崎さんに声をかけてもらった時に、いや本当にいいんですか盆踊りでっていう話を結構したんですけど、はい、まあ、その辺ちょっともう改めて、はい、僕たちはこの